基本、クロス、現役引退を発表。速報、トニ、クロスが引退。彼はレアルマドリードを離れ、ユーロ2024の直後に引退する予定だ。嘘でしょ？これは辛い。嫌だ、やめるのやめろ。モドリッチはまだやりそうなのに。マジかよ、早すぎる。言葉が出ないな。クロス来季いないは想定外だ。いきなりすぎて驚いた。いい状態でやめたいと言ってたけど、こんなに急には彼が来るなんて聞いてない。クロースまだいけるって、もっと神パス見たかった。悲しいけど帰るし、なんとなく予感もあった。なんなら今季全盛期、マジでクロースが描いてた通りの引退の仕方。こんなに絶頂期を長くキープし続けて、絶頂期のまま引退するのもクロースらしいな。